身近な植物各種の花粉を操作型電子顕微鏡で撮影し、再色したもの。ひまわり、朝顔の仲間、立ちアオイの仲間、山百ユリ、草、クトウゴマ。シリコン基板上に収束イオンビームによって彫り込まれたカールフリードリヒサイス生誕200年祭のロゴ。サイスマイクロスコーピーより、ストーンフラワーの製作過程。基板上に、 電気化学エッチングによってリンカインジウムのナノレリーフを作成しセム像に彩色を行っている。ナノアートとは科学技術の発達によって生まれた新しい芸術分野である。題材となるのはナノメートルスケールの構造物で自然に形成されたものもあれば人工的に作られたものもある。科学研究所などにおいて電子顕微鏡もしくは操作型プローブ顕微鏡を用いて 対象を観察し、二次元もしくは三次元の画像、動画データに記録し、さらに美術的効果のために画像処理を施した上で一般監修の目に届けられる。ナノアートの目的の一つは、ナノスケール物体の存在や、その合成、加工技術の進歩を世間に広めるためである。ナノアートは世界各地で伝統的な美術展に展示されてきた。また2000年代には、 オンラインのナノアートコンテストがいくつも発足した。その例には、ロサンゼルスカウンティ美術館で開催された2003年の展示、ナノ、2004年と2005年にニューヨークとローマで開催されたビクトリア・ベスナとジェームズ・ギムゼフスキーによるインスタレーション、ナンマンディロ、マテリアルズ、リサーチソーサイティミーティングで2006年から定期的に開催されているサイエンス・アズ・アート部会がある。 ナノアートの代表例は2012年に IBM リサーチが制作した1分間のストップモーションアニメアボーイヒズアトムである操作型トンネル顕微鏡で撮影された大きさ45-25ナノメートルの画像を242枚から作られたもので男の子が自由に飛び回る原子と出会って友達になる物語である同作は トライベッカオンライン映画祭に出品されたほか、ニューヨークテックミートアップやワールドサイエンスフェスティバルで上映された。それ以前の2007年には、カナダのサイモン・フレーザー大学において、シリコン基板上に約7ナノメートル系のガリウムイオンビームを用いて、t ー,ー・テッドフロムターニップタウンという本が書かれた。1ページの大きさ0.070.10ミ、mm、リメートルで30ページからなり、 発行部数は100部で独自の ISBN を与えられている。2015年、ジョン・ティ・ハーウィッツは多項シリソグラフィーと写真測量法を組み合わせてナノ彫刻を作成する新しい手法を確立した。カールスルーエ工科大学と共同で制作された作品トラストは世界最小の人型彫刻のギネス世界記録を獲得した。 セルプレスによる2013年セルピクチャー賞で選出された優秀作品。ありがとうございます。